フランク・マク・ファーレン・バーネットは免疫の研究で知られるオーストラリアのウイルス学者、ビクトリア州トララルゴンに生まれた。バーネットは1924年にベルボルン大学で医学博士号を1928年にロンドン大学で博士号を取得した。彼はバクテリオファージとウイルスの研究に進み、これらの生態、複製、免疫系との関連に関して、 数々の発見を成し遂げた。1950年代より、彼は免疫学の分野で研究を始め、白血球がどのように抗体を破壊の目標にするのかを説明するクローン選択説の確立に大きく関わった。バーネットとピーター・メダワーは、免疫関与の獲得の研究で1960年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。 免疫関与に関する彼らの研究は臓器移植の技術の基盤となった。彼は1956年に研究所で、その後退官する1978年までメルボルン大学で働いた。この間、彼は31の著書と500を超える論文を書いた。バーネットはオーストラリアの医療政策の決定にも重要な役割を果たし、 オーストラリア科学アカデミーの設立にも関わって後に会長を務めた。彼はオーストラリアで最も偉大な科学者の一人に挙げられている。また彼は1960年に初代のオーストラリアン・オブ・ザ・ヤーに輝き、1978年にはオーストラリア勲章を受訓してナイトに助せられた。また、ノーベル賞の獲得のかに、1952年度の アルバート・ラスカー基礎医学研究賞。1947年度のロイヤルメダル。1959年度のコプリメダルを受賞している。1942年王立協会フェロー選出。ありがとうございます。